1日1時間の取引のみで1ヶ月532万最強インジケーターを今だけ完全無料でプレゼントします。はい、どうもバイナリー投資塾のよすけです。今回は1日1時間の取引のみで1ヶ月532万円を稼ぎ出すことができた。1分取引推奨でスキルや経験は一切必要なし、最強インジケーターを完全無料でプレゼントしていきたいなと思います。投資経験が全くない方でもまずは勝ちたい、今すぐ稼げる実感を得たい、そういった方にこそおすすめです。まあ、僕がねこれまで出してきた仕様には稼ぐ以外にも知識づけのね要素も加えて作成してきました。ですが今回の仕様は単体でねザクザク収益を積み上げるっていうのがコンセプトとなっております。今やたくさんのツールだったりねシステムが出回ってるんですが、無料だからとね手を伸ばしてみたものを失敗、稼ぐどころか逆に資金を溶かしてしまってるっていう方にはいい意味で裏切る行為になるかなと思います。まあ、条件一致のポイントにねエントリーをするだけで荒稼ぎできるので、まさに初心者にはもってこいのものとなります。ただ動画内でお伝えするある重要なね注意点についてお話ししていくので、本気で稼いでいきたいって方は必ずこの動画をね最後まで見るようにしてください。それではね本編に行く前に、今なら LINE 登録された方限定で魔法のをプレゼント中、投資経験がゼロっていう方でも初月ね100万円を余裕で目指せるようになりますので、本気でお金を手にしたいって方はぜひ受け取ってください。まあ意気込みや目標など送っていただけた方は優先してお返事していきますので、気持ちのね強い方からのメッセージをお待ちしています。はい、そうしましたら早速ちょっと解説していきたいんですけども、今回は1分取引を推奨しているものとなります。ですのでまあ毎度ねおなじみではあるんですが、まずチャート画面 MT4 をね開いていただいて、こちら必ずね M1 に合わせるようにしてください。でこれ何の設定かっていうと、ローソク足がどのぐらいの時間でね1本形成されるかっていうのが選択できます。つまり1分取引であれば M1、 5分取引であれば M5 にね設定していただければと思います。まあ、基本的には取引していく時間に対してここをね統一するようにしてください。で今回のね仕様で使用するインジケーターはこちら X クロスになります。あなたはこのインジケーターをご存知でしょうか？いや聞いたことないなっていう方が正直ほとんどなんじゃないかなと思います。っていうのも MT4 にデフォルトでね導入されてるインジケーターではないんです。外部インジケーターになります。ちょっと難しそうと思ったそこのあなた、安心してください。今回の動画では導入方法から使用、そして実践トレードも全て習得できます。プラスこの動画内でねお伝えするある入手条件を満たすと誰でも完全無料で手にすることも可能なんです。そして今回のインジケーターをより有効的にね活用するためのある秘策も用意していますので、そのあたりもね必ず見逃さないようにしてください。それでは早速インジケーターを入れていきたいなと思います。まずこちらのナビゲーターですね、こちらを選択してください。そうするとインジケーターがねずらっと出てきますので、この下の方にあるこちらですね X クロス、こちらを選択してください。そうするとこういったね設定画面が表示されます。まず全般を押していただいて、こちらですねそれぞれチェックを入れるようにしてください。まあ、3つともねチェック入ってれば OK です。でパラメータの入力で、まあ、こちらで、ね、設定値入力できるんですけども、こちらの、ね、設定値に関しては後ほどお伝えしていきますので必ずねチェックしておいてください。でこちらの色の設定で、まあ、自由に、ね、選択できるんですけども、お好きな色で構いません。まあ、やりやすい色に、ね、設定してください。でレベル表示は、ね、今回使いませんのでこちらで設定をしていきましょう。はい、そうしましたらこういった形でねインジケーターが挿入されれば OK です。こちら一回閉じちゃいましょうか。で今入れたこちらね X クロスなんですけども、移動平均線をもとにね構成されたシグナルタイプのインジケーターとなります。まあ、移動平均線といえばね価格の平均をグラフで表示してくれるという特性があります。全体的な相場の流れを見た上でエントリーができるので、初心者から上級者まで幅広い層に愛されているインジケーターになります。平均値をね見てのエントリーがメインになっており、ポイントを探るにはもってこいの方法なんですが、全体のね流れも把握しなくてはなりません。そこでもう一つねインジケーターを加えていき、相場全体の流れもね加味した上でちょっとエントリーを行っていきます。ではこちらの挿入インジケーターのトレンドの中にありますこちらですねムービングアベレージ、こちらを選択してください。そうするとこういったね設定画面が表示されます。まずパラメータのところで期間を100、移動平均の種別をシンプル、適用価格はクローズですね。でスタイルはディープピンクで構いません。こちらでね設定していきましょう。
このように、ね、設定できれば OK です。まあ、移動平均線の特性はね、先ほどまあ少し触れましたので、まあここではねちょっと割愛したいなと思います。そこでまずはね、しっかりと今回の仕様が勝てるかどうか、ちゃんとね稼げるかどうかっていうのをイメージしてもらうためにも実績をお見せします。こちらをどうぞ。これ大体1時間ぐらいのねチャート画面になるんですが、たった1時間の中で4回エントリーすることができています。青い達成がちなみにエントリーポイント、かつ勝ってるポイントなんですが、結果としましては4戦4勝、つまり4連勝ですね。まあこれ一応ね1分取引で、かつドル円でのねちょっと結果になるんですが、ペアト率がね 1.95 倍っていうこともあり、1万エントリーを行った際利益で言うと3万8000円となります。つまり時給3万8000円ってことですよ。なかなかねこれだけもらえるアルバイトだったりとか仕事ってないですよね。じゃあこれを仮にね1分ターボなんで全部で7通貨ペア使えるんですけども、それら全てで行った場合、たった1時間で26万6000円、それを1ヶ月使った場合、まあ平日ね20日間のみでねカウントすると、大体1ヶ月でね得られる収益はこちら532万円になります。まあ、仮に1日1時間しか使えなかったとしても、1ヶ月行うとこれだけのね収益を得ることができるんです。ただ今回はねこれだけじゃないんです。エントリーポイントをさらに増やす方も紹介していきます。本当に隙間時間、短い時間でねサクッとね収益を生み出せる方法にもなりますので、ここはねよく聞いておいてください。まあ、まずはしっかりとね条件把握をしていただきたいので、実際のねトレード映像を見ながら解説をしていきたいなと思います。そこでねしっかりと覚えるようにしてください。はい、そうしましたらそろそろねちょっとエントリーできそうなポイントですね。はい、そうしましたらしっかりとね条件位置の確認ができましたので、まあハイエントリーですね、10万円のハイエントリーを1本だけ仕掛けました。まあ待ってる間にねちょっと条件解説していくんですが、まず移動平均線とローソク足の位置関係を見てください。この移動平均線に対してローソク足がね上を推移していること、まず最初にこれをね確認するようにしてください。で次にサブチャート見ていただいて、今回のこの X クロスですね、平行のラインに引かれている状態、この赤色のね、まあ、今で言うと赤色のこうゼロラインに沿ってね引かれているこちらのラインに対して、下から上に突き抜けているポイント、このバッテンがね下から上に突き抜けているポイントですね。で分かりやすいのが、まあ、青色にね切り替わったタイミングが一応まあポイントにはなります。なのでその確認ができましたら、次はハイエントリーを行うようにしてください。まあ、今回少し特殊なインジケーターではあるんですが、根拠はピカイチです。勝率もねかなり高いものになりますので、この機会にねぜひちょっと覚えて帰ってください。はい、そうしましたらしっかりとね陽線が形成されておりますので、問題なくね勝つことができました。まあ、今回10万円でのエントリーですので、ペアト率が 1.95 倍ですね、ドル円で 1.95 倍、つまり9万5000円の利益の獲得となります。はい、そうしましたら待ってる間にねちょっと今回の X クロスの設定数値を発表します。こちらパラメータの入力はこちらで設定を行うようにしてください。自由にね設定変えれるんですが、まずはひとまずこちらでね行うようにしてください。はい、そうしましたらしっかりとね条件位置の確認ができましたので、まあローエントリーですね1本仕掛けました。で今回なんですけども、まあ移動平均線に対してローソク足が下側を推移ですね。でサブチャート見ていただいて、この X クロスがこのゼロラインにね平行に引かれてる線に対して上から下に突き抜けたポイントですね。まあ、上にある状態が青色のになるんで、まあ、青がこう赤色に、ね、切り替わったタイミングです。その確認ができましたら、次足ローエントリーを行うようにしましょう。ちょっとまあ少しね時間がありますので、このまま待っていきましょう。はい、そうしましたら陰線がねしっかりと形成されておりますので、問題なくね勝つことができました。まあ、今回10万円での、ね、エントリーで、まあ、ローエントリーポイントはね 1.9 倍ですね、ペアト率つまり9万円の利益の獲得となります。はい、そうしましたらエントリーポイントをね増やす方を紹介していきます。通常の条件とはね少し異なりますので、これはこれでね一つの方法としてちょっと覚えておいてほしいなと思います。まずハイエントリーに関しましては、移動平均線に対してローソク足が下から上に突き抜け、その上で X クロスがねゼロライン以上推移していること、つまりこちらのポイントでいうとここですね、こちらがハイエントリーポイントとなります。まあここに関してはねちょっとギリギリなんで、まあ一応正式なねポイントでいうとこちらですね。じゃあ反対にローエントリーポイントに関しましては、移動平均線に対してローソク足が上から下に突き抜けで、 X クロスがねゼロライン以下を推移していることです。まあここも惜しいですよね。
本来こことかのポイントでね、ちょうど抜け切ってるポイントであれば一番望ましいんですが、まあ、ここがね残念ながらローエントリーポイントではないので、きちんとね条件は間違いないようにしてください。はい、そうしましたら今回ねここまで見ていただいてどうでしたか。まあ X クロスに関しては少しね特殊なインジケーターではあるんですが、かなり根拠の詰まったインジケーターとなります。まあこうやって移動平均線とね組み合わせることでさらに根拠を強めることもできますので、この機会にねぜひお試しください。それでは今回紹介してきたこちらの X クロスの受け取り方、完全無料でね受け取るために必要な条件を発表していきます。全部で3つあるんですけども、1つ目、僕のチャンネル登録をすること、この動画にねいいねを押すことです。そして2つ目、この動画にね何かしらコメントをください。まあ、ここねすごい分かりやすかったですとか、逆にこのインジケーターをね使った仕様を紹介してほしいとか、まあ、正直これは何でも構いません。何かしらねコメントをちょっと残してほしいなと思います。で最後3つ目、 LINE でキーワードを送ってきてください。送ってほしいキーワードはこちら X クロスになります。これはカッコ外してキーワード単体で送ってもらって構いません。 X クロスとね僕に LINE でメッセージを送ってきてください。そして年間6000万から7000万稼ぎ出せる僕が普段使用している極秘法ですね、こちらを LINE 登録された方限定で体感することができます。しかし人数制限をね設けての公開になりますので、選ばれた方はかなり幸運の持ち主です。その際はねぜひ体感してみてください。それではね今回の授業はここまで。